てめえ、カナとやったのか。ああ、カナってあの…とぼけんなよ、てめえ。誤解だよ。最近は会ってもないし、その前は俺旅に出てたし。旅だと？とにかくそういうことだから。ざけんな！よせ、この前とは違う。てめえ！おい、大丈夫か？泉くん！今、拷問のところで上条くんたちに聞いて。大丈夫、何でもないよ。靴、ここに置いとくよ。そんな、嘘だろ？いくらなんでもあれは。心臓見ろ、くたばるぞ。やはり犬の内臓や消化器を流用して生きていたんだ。敵はよくもやってくれたな。一度に4人じゃ胃がパンクだな。4人？勢い余って2周してしまった。念のため顔を変えておくか。勝負しろ。勘弁してよ。何すんだよ。どうした、殴り返せないのか。この間みたいにミギーが本気を出すと大怪我させるかもしれない。この軟弱野郎が。やめろ。少しは手加減しろよ、バカ。バカ、それは自分よりバカな相手に使うべき言葉だ。殺してないだろうな。安心しろ。ゆっくり近づこう。ミギーに引きずられるように、ゆっくり。信じるな、ミギーの防御は完璧。そうだ、新一、我々にできて A にできないこと、それは分業だ。ミギーの言う通りだ。 A は僕に何かできるとは思っていない。よし、やってやる。でもこいつ、首から下は人間だよな。やらなければ、やられるんだ。なんだこのパイプは。机の足。やったぞ、あの出血、致命傷だ。帰れ、ヒーローごっこはもう終わりだ。参考までに相手のパワーを教えてやる。新一の力を10とすると、あいつが18、右が13で左が14と12。何言ってんだ、こんな時に。相手の強さを測る能力なら犬や猫にもある。動物は勝ち目のない戦いは避けるものだ。だから何だって言うんだ。やめてー。
何をブツブツ言ってんだこいつなぜ逃げない。その子を離せ。さもないと待てバカ。上条長い。多数が少数に襲いかかる。動物としてはこいつらの方が新一よりマシだな。てめえにはたっぷり礼をしてやるぜ。数が多いだけで勝った気か、この芋野郎。黙れよ。なんでなんか用か。中に何人いる。お前バカか。怪我しねえうちにとっとと失せろ。なるほど、好戦的だねヤクザは。たまにいるんだよね、暴対法ができてからヤクザは一般市民には手出しできねえって勘違いしてるやつよ。なんだお前。ん、なんなんだこいつは。どうした？来いよ。ほう、一。このバ、バケモンゲやったぜ。三か。バカな。避け損なったのは三。まあこんなもんだろう。バケモン。なんなんだお前は。実験だ。拳銃や刃物を持った集団とどこまで戦う。右、防御頼む。防御。すごい。ダメだな、出血が多すぎる。そんな。やめろ。何？危ない。その男は人間じゃないんだ。離れて。早く逃げろ。お前。ここで相談しながら二人三脚をやっていては負ける。奴の歯の動きが見えるな。すげえ。
が相手の攻撃を避けていればいい。倒そうなんて考えるなよ。それで勝てるのか。いいぞ、なかなかいい動きだ。これなら馬の差で勝つな。そうやって相談しながら戦うんだ。それって効果あるわけ？ズバ抜けたスピードと動体視力があるね。死体を元気。こっちも数を増やせば。そう単純な問題じゃない。最小限これだけというサイズがあるんだ。おほどあるわけじゃないだろう。ああ、今日は走りっぱなしだし、かなりやばい。私も短時間ながらあんなに忙しい戦いは疲れる。お疲れコンビか。動くなよ。木を盾にして左右上下にかわしながら一定の距離を保ち、線の動きでかわしていればそこでいきなり今だ。奴にすれば逃げてばかりの線が突然迫ってくる。さえ職種たちを持て余してる奴に点の補足はできない。やった。やっぱりあの体には全部で5匹潜んでいる。5匹も。さっきの奴が頭の時3匹に感じられたのは一つに統一できなかったからだ。そういうこと。お前は、さっきと動きがまるで違う。猿でもあんな動きはできない。林の中が逆に不利になってしまった。乗るぞ。60キロだぞ、化け物か。逃げ。全身がだるい。3人いれば勝てると思ったのか。逃がすな。殺せ。のろまめ。あげるわそれ。俺はヤツを。体内に田村が。も同じだったんで、てっきり頭が半分。でも頭の中は空っぽだよ。下半身が俺ではどうか。私の体をよせ。それとも田村か。やめてくれ。
私は味方だ。ならばなぜ俺に近づく。クソ、首から下が勝手に頼んだ。踊れ踊れ踊れ。出てこい。いつまで潜り込んでいるつもりだ。我々寄生生物が発する最も強い波長は敵意、あるいは殺意。それは視野の範囲外の相手が敵なのか味方なんて、人間みたいに考えたことはあるか。さようなら草野さん。並んでるぞ。1、2、3。待て、止まれ。違うって、そいつは人間。ありゃ完全に死んだな。早く撃て、殺せ。この視聴者には多数のパラサイトがおり、これから我々が奴らを制圧する。いいか、自分が人間だと思うのなら、おとなしく我々の指示に従え。止まれ。平和だね。でも俺がいなきゃこの二人は蜂の巣だったな。ああ、よかった、助けてください。撃て。しかし、撃てやろう。撃て。ずいぶんたくさんご馳走してくれたな。わかるはずねえ。わかるはずはねえだろうが、それでも俺の味わった悲しみの100分の1ぐらいは貴様にも。